自分が若い頃なんかいろんな経験していろんなものを重ねていくっていうのをちょっとその柄だったり今回技術でも編み込みとかをやっててそういうのをなんか気持ちと気持ちの重なりで何か違う新しいものを自分で成長していくっていうのをなんか自分らで表現したいなと思って特にレディースはそれを編み込みでやったりこの陰影つけたりデコボコでっていうので感情を形で表現してメンズはそれをスタイルでスタイリングで表現しました。でそういう感じでなんか人の気持ちの移り変わりとか成長していく過程をなんかモンタージュっていうことでやりました。まあ森とか、ちょっと北に向かうみたいななんか覚悟じゃないですけどなんか少しそういう自分に対して厳しい気持ちで向かう気持ちみたいなのをなんかうまく表現できればなって演出も含めて考えていただいてやりました。レディースは特にモードってものをすごい憧れがあるので自分らはそれに向かって行こうとで、まあ、メンズストリートというか、まあ、僕らなりのものを発信できたらなって昔の入れ墨タトゥーのモチーフですね。オールドタトゥーのモチーフでそれをジャガードで表現したりプリントで表現したりします。